皆さんこんにちは、ギルベールです。いや、皆さん車のボディケアしてますか？なるほど、そうだったんですね。自分はですね、月2回ぐらいの洗車の時に主に疎水系のコーティング剤を使用してボディケアをしているんですが、水染みや水垢のようなものがボディの一部に付着してしまっているんですね。コーティング剤の使い方が悪いんですかね。そこで今回ですね、水垢や水染みを簡単に除去することができるということで、少し前に話題になっていたブードゥーライドのシルクというカーケア剤を水染みや水垢が目立つ場所に使用してみたんですが、軽いものであればそれなりに簡単に除去することができたんですね。なんでも研磨剤はほぼ入ってないらしいですよ。カーケア剤の進化ってすごい。ここのメッキモールのくすみなんかが最もわかりやすいと思うんですが、こんな風なくすみがですね、シルクを使用するとこうですよ、奥さん。しかもですね、シルクを使用すると水垢を除去できるだけでなく、同時に疎水コーティングを施工することができるんです。エクセレント。洗車傷や重度の水染みは除去できないので、結局は何年かしたら磨かないとダメなのかなーなんて考えています。酸性クリーナーも気になるのですが、こだわり始めるとキリがないですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。グッバイ。